さあどうも、ハクスルジョージのおうちビストロです。今回も簡単で美味しくておうち飲みがさらに楽しくなるようなおつまみを紹介していきます。今回はですね、みんな大好きグラタンです。まあ、グラタン風というか、もうグラタンすら遠慮するかのようなレシピをちょっと今回紹介しようと思います。いや、滑ってる感じはしないですよ。温まってるんで僕は。まあどんなね料理かというと、オルロフ風というね料理を作っていきます。オルロフってロシアの料理です。まあ要はグラタンっぽい料理なんですよ。薄切りにしたお肉とかを並べて、その上にチーズソースなるものをかけて焼き色をつける。これね、お酒に絶対合うと思うんでね、チョコ材なテクニック覚えていってもらえたら嬉しいです。ということで材料紹介ですね。豚ロース、今回はちょっともうカットしちゃいました。薄めのもので大丈夫ですね。あんまり薄すぎてもダメなんですけど、なんだろう、生姜焼き用とかなんかあるじゃないですか、スーパーに。ああいうので大丈夫です。と、ナス、トマト、バジル、ちょっと夏野菜っぽい感じですね。で、生クリーム、チーズ、これはシュレッドチーズでいいです。マスタードと、バター、あとは日本酒、丸ですね。丸を使います。こんな感じで、材料はねそんなに多くはないと思うんで、まずは、豚肉ですね。豚肉に塩、もうほんと薄いっすね。まあ、豚肉はね薄くても美味しいっすよね。両面に塩しましょう。ちょっと塩なじませたいんでね、一番最初にしておきます。で、ナス、今回はね長ナスぐらい長いんで、器に入るサイズにしたいですね。で、5ミリぐらいですかね。5ミリから1センチぐらいです。まあ、2分の1本でいいですね。1/2本で、トマト、これもね同じくスライスします。トマトもね、まあ同じぐらいの厚さでいいんですけど、トマトはほらこう、これもねソテーするんですよ。ソテーするときにね、やっぱ水分多いんで結構こう縮むというか、まあ崩れたりもするんで、気持ち1センチぐらいにしましょうか。これもちょっと塩しておきたいな。野菜たちにもね塩しましょうね。塩をして旨味を安定させてあげましょう。まあ薄っぺらいんで表面だけでいいです。もうね、ナスも、はい、さあ今日も飲みます。何も出てこなかった。さて、豚肉から焼いていきますね。オリーブオイルを少量、はい、これだけね薄いんでね、もうさっとやっちゃいたいですね。豚肉買ったはいいけど、とんかつと生姜焼き以外ちょっとわからないわっていうね方にはね、もしかしたらこの料理はいいかもしれないですね。なんせ豚肉使うんで、まあ、鶏肉でもいけますね、これ正直。しかもなんか言いたいじゃないですか、今日の晩ご飯何？オルロフ風。ダサ。ダメだ、ちょっともう一杯飲もう。調子はいいはずなんだけどな今日。で、本当のオルロフ風ってマッシュルームをこう、まあ、デュクセルって言ってみじん切りにしたようなマッシュルームをね炒めてお肉にかけちゃいます。そして玉ねぎまた炒めるんですよ。ベシャメルソースみたいなの作って、それをまたかけます。で、今度はまたモルネソースって言ってチーズをベースにしたホワイトソースみたいなのまた作るんですよ。結構手間なんで、今回はそれをギュッとしてさらに簡単にして、よりこう野菜感もあるようなちょっとアレンジですねしてます。で、強火っすね。まあ、ちょっと焼き色つくぐらい。このフライパンの中でもちゃんとこう豚肉動かして焼き色を均一にしてください。うん、これぐらいでいいと思いますね。うん、もうこれぐらいになったらさっとひっくり返してもうすぐ引き上げちゃいましょう。
うん、これもいいですね。さーっと引き上げますね。裏側はほんとちょっと消毒するぐらいで。で、このままお野菜も焼いていきます。このナスもサッとでいいですね。こういうのはね、どっちかっていうと大量にやった方がいいですね。家族4人分とかそういうのに向いてますね、こういう料理は。はい、まあこんな感じで油を吸ったなーっていうぐらい。油吸ってね、こうナスの色がこう変わるじゃないですか。もうこれぐらいで大丈夫です。で、引き上げます。ちょっとね、もうナスが油割と吸い上げたんで、ちょっとだけ油足しましょう。トマトもサッとで大丈夫です。こう強火で、イメージはこう表面をちょっとだけ焦がすような感じ。水分をこう抜いて味を引き締めることが、このトマト焼く上ですごく大事です。あんまりしかも焼きすぎるとね、冒頭でお話した、煮崩れちゃったりとかするんで、縮みすぎちゃったりとか。はい。まあ、これぐらいでね、大丈夫です。で、グラタン皿に並べていきましょう。やばい、ちょっとトマト崩れちゃった。よし。で、バジルも並べますね。まあ、こんな感じで。こう、お肉も。まあ、割とランダムでいいと思うんですよね。ここはソースをかけますし。まあ、なんとなく並んでるなーっていうことだけ。しっかりしとけば味がね、バランスよく全体にどこを食べてもちゃんと材料がまんべんなく敷き詰められてて、美味しいと、まあ、そういう感じにしたいっすよね。まあこんな感じ、こんな感じでね、並べておきます。で、このフライパンね、美味しいのがこびりついてますから、これを日本酒で注ぎ落とします。アルコールをね、こう飛ばしながら、割とね、しっかりとこう、白鶴丸を煮詰めて、甘みを出しましょう、ね。野菜の甘みと丸の甘み。そしたら、生クリーム。で、まあもうここからは中火。あんまりこう、ボコボコ沸かさないぐらいにしましょう。で、バター。バターをこう、鍋を揺すりながら、溶かす感じで。で、バターが溶けてきたなぁと。そしたら、マスタードですね。マスタードでね、こう辛味がプラスされるんですよ。ピリッとした。さ、まあ、あと酸味もね、ちょっとあったりするんで。それでこう生クリームのもたっとした感じをしっかりと引き締めます。この時ももう中火。なんならもう弱火寄りですね。で、チーズ。で、チーズを入れて、これもしっかり溶かします。さっきもちょっとお伝えしたんですけど、沸かさないでくださいね。いい感じに溶けてきましたね。もうある程度溶けてきてるんで、一回これで味見ます。うん。うん。ちょっと白胡椒ですね。で、これで、こいつをかけてあげます。とね、ここで追いチーズしますね。チーズ好きなんで、ちょっと追いチーズして、でこれでオーブン入れていきます。オーブンが頑張ってくれてる間にちょっと質問読んでいきます。レシピのレパートリーを増やしたいんですが、どうするといいでしょうか。コツコツレシピをメモしていくべきなのか、料理サイトのブックマークを増やすべきなのか、ジョイさんはどうやって増やされたんでしょうか。一番最初はやっぱメモ書いてましたね。書いて覚えて実際やるじゃないですか。なんか意外とうまくいかなかったなって言って、どういうところがうまくいかなかったかとか、なんかメモってるんですよ。で、見返した時に、あ、ここ気をつければいいんだ、みたいな。そういうのがこう積み重なってって、もう見なくてもできるみたいな感じで、まあレパートリーっていうのが増えていきましたね。割と手書きしてました。でも今、ブックマークでもいいと思いますけどね。実際トライしてみて、意外とここがこうだったなって思ったことがメモれればそれでもいいんじゃないですか。
メモめちゃくちゃ大事だと思いますね。皆さん社会人でしててメモ取らないですか？仕事を覚えていく段階の時とか、ファーっと、もう料理もそうですね。なんか言われたらもう全部書いてますね。結局仕事の時って重要なポイント言うだけじゃなくて、例えば明日の注文とか言われたりしてるんですよ。覚えられないんで全部書きますね。もう常にメモはもうスッと入れといて、なんならなんか手に書いてましたもん。マジックみたいなのをキュ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 って書いてるんですよね。書いてるんですけど手とか洗うから後で見たら落ちてるんですよ。わかんないって言ってそして怒られる。はい、お決まりでしたね。オルロフっていう言葉の文字面で最近オロオロしたことって何かありました？オルロフにかけて、いやでもオロオロしたの、そうだな、ここであの塩のグラス叩き割った時ですかね。この撮影中にフワッてパリーンって割った時はオロオロしましたね。手に取るように位置も分かってたはずなのに、なんか知らなかった、当たったんですね、パコーンっつって。しかも綺麗に割れて、もちろん全部カットされてるんですけど、すげえオロオロしたます。あやっちゃった、あやっちゃった、あ大丈夫です。5分ほどもらえれば程よくこう弾力が。はい、じゃあ仕上がったんでこんな感じですね。はい、これで豚のオルロフグラタンの完成です。いただいていきます。はあ、今日のハクツルブランはいかがでしょう。なんら問題なし。いただきます。おお、すげえ。普通のグラタンと違ってこうとろっとね、ソース感がすごく強いんで、パンとかねめちゃめちゃあったらいいと思います。これこれはうまい。いいっすね。やっぱいい感じに合いますね。日本酒もこのソース丸がこの中入ってるんで調和が取れてます。このトマトとチーズ、あとマスタード、酸味を基調としてるんで、生クリームのもったり感ってやっぱ全然ないんですよね。うん、いいと思います。やりましょう。今回もね割とさっくりと作れたと思うんで、グラタンみたいなね手間だいぶ省ける部分もあるんで、いつものグラタンとちょっと違うステージが見たいと、しかもより手間を省きたいと、そんな方にね、ぜひこれ参考にしていただけたらと思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。